なみにグレードアップしてどんなおかずがあったんですか？僕あの結構びっくりしたのがクランクイン、してちょっと過ぎたあたりで今日はケータリングだと、はい、あやったと思って、まあ、ケータリングってあったかいあの食事食べれるんですけど、あの丼にご飯乗っけて三つ葉を散らして鮭が1本とタルタルソースだけだったんですよ。いやこれすごいなと思って。いやまああったかいですよ、あったかいですけどなんかちょっと報われないなみたいな。明日記事お前弁当の話で終わっちゃうぞ。すいません申し訳ないです。そうだったんですね。はい、ありがとうございます。続いて皆さんに伺います。本作のタイトル五段ですが、最近何か誤った判断をしてしまったことありますか？またその時その判断が違っていたら今どうなっていたと思いますか？どうでしょう。何か思い当たることはありますか？どうでしょう、玉山さん。最近ではないんですけど、全然僕出しゃばってるわけじゃないですよ。ちょっと酔っ払ってしまって、まあ、そのバーから家に帰るときに結構もうタクシーで寝そうになってて、でタクシーチケットだったんでチケットを先に渡してて、でお客さん着きましたよサインくださいって言われて、僕普通にあの普通のあのサインじゃなくてがっつり玉鉄のサインをねだられてると思って、それを書きそうになった自分にすっごい恥ずかしかったです。一気に酔いが覚めました。はい、そうだったんですね。はい、すいません。蓮佛さんは何かありますか？私誤った判断、ちょっと前に鼻風邪をひきまして、その時に、まあ、薬を飲んでたんですけど、薬に食感って書いてあるじゃないですか。食後食感または食感に飲んでくださいって。それを私は24年間ずっと食事の食べてる途中に飲まなきゃいけないものだとずっと思ってて、でもその時現場だったんですけど、メイクさんに「レンちゃん今飲むの？」って言われて「あはい、ごま団子まだ残ってるんで」ってすごい得意顔で言ったらドン引きされたっていうことがありましたね。はい、ありがとうございます。今日は何か食べ物の話がたくさん出てきましたね。では最後に皆さんから見どころを伺いたいと思います。まずは蓮佛さん。私、はい、私から、はい、見どころ、そうですね、先ほどの挨拶の時にもちょっと言ったんですけど、やっぱり本当に骨太な働く人間の正義とは何かみたいなのを問われる、人間力を本当に問われる作品だなと思っていて、まあ、作品の中である種答えみたいなものは出してはいるんですけど、私はそれが本当に正しかったかどうかっていうのは見る人によって違うんじゃないかなっていうふうに台本を読んで思ったので、本当に家族だったり、まあ、恋人だったりいろんな人たちと見て、私だったらこうすると思う、自分だったらこうすると思うっていう話をしながら、そして私のように、まあ、数少ない女性キャストの中でいうと、女性としてこういう周りにいる男性、家族、恋人がこういうことにあってしまったら、その時自分は女性としてどうできるかっていうことも、考えながら見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて柳葉さん。ちゃんと拍手してあげてください。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。まあ今言葉にもありましたけど、まあ、正義というね、男社会の中で生きていく、それぞれの立場のそれぞれの正義、がきっちり表現されていると思います。まあ本当に正義っていうのはそれぞれ、みんな価値観がありますんで、その価値観をこの作品を見ながら、自分の毎日の生活に重ねてもらって、皆さんの正義って何だろう、自分の正義って何だろうっていうのも考えながら見ていただけるのも、なんか一つの楽しみじゃないかなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。では小林さんお願いします。そうですね、タイムリーと言ったらいいのか、たまたまだ、まあ、日本だとその建築の関係の偽装だとか大きなあの電機メーカーの粉飾決算だとかっていうのがこうつい最近話題になってて、これは日本だけのそのなんか体質というかそういう風土なのかなと思いきや、あの海外の大きな自動車メーカーもいろんなものを隠蔽してたっていうことで、それで大騒ぎになってつい2日ぐらい前かな、なんかロシアがの国から国中が絡んでドーピングしてたって、まさに国中で隠蔽していたっていう。だからね、安城副社長だけが悪いんじゃないんだよ。だから、まあ、開き直るわけじゃないけど、そういう立場にあなたたちもなったら隠蔽するんだよ。っていうようなことが、あの人のそういうあのなんていうんですかね、あの性質というか体質というかそういうものが、あの前編こう見ていただくとあのこう見えてきたりして、で柳葉さんが言ってるように、まあ若いあの玉山君なんかが演じているそのまあ中でもその正義感がある人たちが少しずつ変えていこうとするというか、あとそういうふうにあの見ていただければ、あの非常に見どころはいろいろあって、あの架空 の会社なんですけども、あの本当にさっき言ったようにタイムリーなところもあって、あのいろんな意味で面白く見ていただけるんじゃないかなと思っております。そんなとこです。はい、ありがとうございます。では最後に玉山さんお願いします。はい、あの本当にあの先ほどカオルさんがおっしゃったように、あのニュースでさまざまな隠蔽のニュースがあるんですけど、あの本当にその隠蔽に至るまで そのプロセスが、どうなって隠蔽に至ったか、そこには大きなドラマがあって、まあ、全然あの肩を持つわけではないんですけれど、誰かを助けるために隠蔽をしたり、誰かが、既得権益があって隠蔙がしてしまって隠蔽をしてしまったり、その隠蔽によって、遠くの、どこかの人がすごく、辛い思いをしたり、本当にもうこういう時代なんで、何かを隠すことが悪という、全部表に出て当たり前という、時代になってしまったので、その中で、安城副社長も誰かを守るために隠蔽をして、そこに対して僕だったり他のキャストの方々が自分おのおのの正義をかざすわけですが、その正義の中、さまざまな角度の正義の狭間ですごく溺れているような主人公を僕は今回演じさせていただいたんですけど、本当にこう見応えのある、決して多分ワウワウで以外多分できないんだろうなっていうふうに思う、作品です。まあ、先日プロデューサーが、最近隠蔽のニュース多いですねって言ったらちょっとニコってしてたんで、あ、そういうことかと思ってました。はい、ありがとうございます。